ん、どうした？聞きたいこと？百聞は一見にしかずだな。ちょっと見てな。おい、姫原、明日デートしようぜ。デートしようぜ。姫原め、さてはまたお母さんと喧嘩したな。まあこんな感じだ。ストレートに伝えろってことだな。失敗は成功のもと。どうしたの？いつもと様子が違う。何か私に言いたいことがあるの？ゆうとくんが何と言おうと、お母さんには。え？何？はい。
人？デートって、あのデート？なんで、私とデートなんかしたって普通に遊べないのに。デートって言わないで。じゃあね。10時にこの場所で。わあ、びっくりした。どうしたの？しばらく夜の散歩でもしてこようか。なんだ？プライベートか？違うんだ。だってトイレに鍵をかけてもヨミたちの前では無力だということを忘れるなよ。だと？でも興奮して眠れないなら散歩でもしてきたら？なんなら付き合うよ。眠れないならいいものやるぞ。死神でも神は神だ。ありがたみを持て。睡眠薬メイドイン死神会。これは貴重品で死神でもなかなか手に入らないんだぞ。くらいで死にません。とりあえずお茶でも飲んで落ち着け。
だよな。ゆうくん？早速聞いてきたようだな。いい夢見ろよ。ゆうとくん、おはよう。ヨミさんとタマキさんはいないよ。ユウト君と二人きりになりたかったから。こんな状態になってもドキドキするんだね。初めて知った。ゆうとくんにデートに誘われて。待ちきれなかったの。それと我慢できなかった。本当は寝顔だけ見て帰るつもりだったんだけど。ゆうとくんの言う通り、明日になれば会えるのに。本当に。私なんかといて楽しいの？ありがとう。私ね、こういう風にデートとかに誘われるの初めてだから。変わり者だったから、私なんかにつきまとってくるのはゆうとくんだけよ。
丈夫だよ。明日よろしくね。それじゃ帰るね。そうだよ、寝ぼけてる？眠れただろ。どうだ、いい夢見れただろう。ん？見なかったのか？おかしいな。昨日ユートに飲ませた睡眠薬はなっちゃんからもらったんだけどな。はあ、なっちゃんは同級生のムマな。なっちゃんだからサキュバスじゃないかな。ムマの魔力が入った薬なんだよ。いい夢見れただろう。言っただろ、これはムマの魔力が入った薬だって。女性型のムマはサキュバスって名前で、両方とも夢に現れて性を奪う悪魔だったかな。ちなみに夢では理想の異性像で現れるのだ。安心しろ、この薬は飲んだものの欲望を夢で叶えてくれるだけのものだから。やっぱり見ていたんじゃないか。
が出てきたんだ。ユウトの欲望を叶えるものは誰だったんだ。いい夢見たんだべ。お、何恥ずかしがってるんだ。ちゃんと言えな。エッチな夢見たの？なんだ、パマだったのか。エッチ。誰が出てきたかは今度じっくり聞かせてもらおうか。なんだ？イチゴや、お主もエロやのう。